寝ることとかご飯を食べるのと同じ感覚でクライミングがその中にあるので、ジムを立ち上げると同時にオリジナルブランドを作りたいっていう風に、自分がいいと思わないものは多分みんなが欲しくないんだろうなっていうのが、こうここ数年やってきて思うところで、いろんなところまで車で遠くまで行って登りに行ったりとかするのも私たち全員の生活の一部で、同じ時間をずっと共有していられるってすごい幸せだなと思って、そこで使う車がやっぱ安全じゃないと、タイヤもその辺はこだわって、子供がどんどん大きくなっていくので、まあ、その記憶に残るぐらいあの車と一緒にいろんなところまで行ってみたいですね。